クリームソース、マッシュポテト、ピクルスとリンゴンベリージャムを添えたショットブラールスウェーデン料理はスウェーデン国土が南北に広大であるため地域により相違がある。歴史的に最北部ではいくつかのルーツをサーミ人文化に持ちトナカイや他のジベイ料理を食する。一方南部では新鮮な野菜が重要な役割を果たす。多くの伝統的料理では 対照的な味付けを行う。例えば手作りのミートボールとグレービーに酸味の刺激のあるリンゴンベリージャムを添える。スウェーデン人は17世紀から18世紀にかけてのフランス料理から今日の寿司やカフェラッテに至るまで昔から海外の食文化の需要に寛容だった。ファストフードでは1960年代以降にピザやホットドッグが普及した。 その20年後には、同様にケバルやファラフェルの小規模レストランの名物料理として人気が高まっている。スウェーデン料理は、発酵乳製品、硬いパンと、しばしば砂糖の入った柔らかいパン、ベリー類、カッカ類、牛肉、鶏肉、羊肉、豚肉、そして魚介類を中心とするということができる。よくジャガイモが付け合わせとして供され、特に茹でたものであることが多い。 スウェーデン料理には膨大な種類のパンがある。形や大きさ、ライ麦、塩麦、大麦、白パン生地、黒パン生地、サワー。多くの肉料理、特にミートボールは、リンゴンベリージャムを添えて供される。日本ソッパやブローベルスソッパのようなとろみのある、フルーツスープは典型的なスウェーデン料理であり、冷製、または音声で供される。使用される油脂は、バターと、 マーガリンが主であるが、オリーブオイルも普及してきている。スウェーデン料理のペーストリーには、伝統的に酵母で膨らませた、菓子パン、クッキー、ビスケット、ケーキの様々な種類があり、多くは、砂糖たっぷりで、スウェーデンで絶大な人気があるフィーカで、コーヒーと一緒に食べられる。茹でたジャガイモとサラダを添えた、シュールストレミングクリスプブレッドに乗せて、胡椒を振り、レモンを添えた、 グラブラックス肉詰めダンプリング、ピーテパルト魚の重要性は、はるか昔の歴史において、スウェーデン人と貿易形態を支配した。防腐保存のため、魚は塩漬けにして保存処理される。塩は、西暦1000年頃に始まったスカンディナビア中世の、はじめに重要な貿易品となった。スールコールとして保存したキャベツと、 ベリーやリンゴ等の様々な保存食品はかつて陶器のビタミン C 源とされた。今なお好まれるリンゴンベリージャムはステーキやシチュー等の重めの料理をさっぱりと食べるスウェーデンにおける最も伝統的で典型的な方法である。スウェーデンでは長い冬のため多くの伝統料理のレシピには新鮮な野菜が欠けている。過去には冬の間保存でき、 人々の生存を可能とするような野菜がスウェーデン料理の基礎となっていた。コールロットのような様々な株類は18世紀に次第にジャガイモにより代替または保管されるようになった。古来より多くの地元のハーブと植物が使用されていたが刺激の強い調味料はなかったため日常食品は現在と比較してむしろ単調な味であった。この伝統は 現在のスウェーデン料理にも残っており、香辛料はかなり控えめである。この時代の前後に、いくつかの新しい、ゲルマン人の料理もまた、ハンザ同盟に関係して、ストックホルム、ビスビュー及び、カルマル市に定住した移民によりもたらされた。スウェーデンの貿易省と貴族は、自然に外国の食文化を取り入れた。一例は、トルコ料理のドルマに由来する、コールドルマである。 コールドルマはカール12世によりスウェーデンに伝わった。カール12世はポルタバーの戦いと亡命先のベンデル滞在の際にこの料理に出会い、あと1 7 1 6年にストックホルムに訪れたオスマン帝国の再建者により伝えられた。初期のコールドルマの作り方は1755年にカイサバリにより有名な料理本若い夫人のための家事の手引きで、 初めて出版されたが、後のレシピよりもトルコのドルマに近い料理であった。ヒュスマンスコストはスウェーデンの伝統料理であり、地元の材料で作る古典的なスウェーデンの家庭料理を示す。ハスマンスコストという名称は土地の所有とは関係なく家の持ち主を意味するハスマンに由来し、元来は都市の外にある素朴ない中の食べ物ほとんどに対して使われていた。 本物のスウェーデンのヒスマンスコストは、主に豚肉の全部くらい、魚、穀物、牛乳、ジャガイモ、根菜、キャベツ、玉ねぎ、リンゴ、ベリー等の地元で取れる食材を使用し、牛肉や羊肉はあまり使われない。ベリー類を除けばリンゴが最も使われる伝統的な果物であり、生で食べたり、アップルパイ、アップルソース、またはアップルケーキとして供される。レドニンガや、 ロングコックといった時間のかかる調理法が一般に用いられ、香辛料は控えめである。スウェーデンのヒュスマンスコストの例は、アートソパルートモースメドフレスク、グラブラックス、インコクトラックス、フライ、鈴毛といった各種酒料理、各種日清料理、フィスクブッタ、ショットブラール、パルト、ラックムンク、様々なグルート、ピッチパンナ、カロープス、クロップカーカである。 スウェーデンのヒスマンスコストや伝統食品に類似した料理は他のスカンディナビア各国で見られるが細かい部分が異なることがある。スウェーデンはウォッカベルトに属し歴史的にブレンビーニやスナップス等の上流種が日常の食事の一部であった。スウェーデンにおけるワイン消費量はビールやより強いアルコール飲料の一部に代わってこの50年間で増加している。多くの地域で 地元産ワインが地元のヒュスマンスコストと組み合わせられている。ヒュスマンスコストは過去10年間にトーレブレットマンのような著名なスウェーデンのシェフが伝統的スウェーデン料理の現代風アレンジを発表するルネサンスを経験した。ヌーベルヒュスマンと呼ばれるこの現代料理では昔の肉体労働の維持に必要であった脂肪分が減り新たな食材が追加された。調理法もまた 調理時間を短縮し、栄養価を高め、料理の風味を増すために見直されている。スウェーデン料理は、ロールキャベツや17世紀から18世紀にかけてのフランス料理からの影響、現在のピザやカフェラッテに至るまで海外の影響を受けている。多くのスウェーデン料理レストランは、伝統的ヒスマンスコストと近代的な美食の手法を組み合わせている。 夜食の一品クレフトフィーバーと呼ばれるザリガニパーティーファールンのソーセージファルーコルブヤンソンの誘惑と呼ばれるジャガイモのキャセロールスウェーデンのパンケーキ現代のスウェーデンの伝統的クリスマスハムユールフィンカゲシに供されるニシンの酢漬けサワークリームと刻んだチャイブジャガイモゆで卵スウェーデンの伝統料理は 数百年前の料理や一世紀前や近年の料理も含めてスウェーデンの日常の食事の重要な位置にあるが現在のスウェーデン料理は多数の国際的料理を受け入れている国際的に最も有名なスウェーデン料理の伝統はスモーガスボードクリスマスのユールボードでありグラブラックスやミートボールといったよく知られたスウェーデン料理も含まれるスウェーデンでは メイドが半日の休暇を取得し事前調理が容易なスープを作ったことから伝統的に木曜日をスープの日としている。最も伝統的なスウェーデンのスープの一つに黄色いエンドウ豆のスープアートソッパがあり今なお多くのレストランや家庭で毎週木曜日にパンケーキと共に供される。木曜日のエンドウ豆スープの伝統は中世にまで遡る。これは簡素な食事であり 基本的に茹でた黄色いエンドウ豆、少々の玉ねぎ、塩と豚肉の小片で作る非常に濃いスープある。マスタードを添えて薄いパンケーキのデザートの前に供されることが多い。スウェーデン軍は、長州兵に毎週木曜日、エンドウ豆のスープとパンケーキを供する。ジャガイモは、年間を通じて、主要な炭水化物源として食べられ、多くの伝統料理の主材料である。 50年前までパスタや米は一般的な夕食の食材ではなかった。ジャガイモにはいくつかの種類があり、初夏に実る新ジャガイモが最も評価されており、伝統的月祭で味わう。月祭では新ジャガイモがスズケニシン、チャイブ、サワークリームと共に供され、伝統的にデザートとしてその年初めて収穫されたイチゴが供される。 スウェーデンで最も高級なキノコは、アンズタケであり、珍味とされている。アンズタケは通常、ステーキの副菜として、または玉ねぎ、ソースと共に炒めて、オープンサンドイッチに乗せて供される。アンズタケに続いて、ヤマドリタケが美味とされる。カール・ジョンス・スワンプという名前は、このキノコを食用として伝えたカール14世ヨハンに、ちなんでいる。8月の伝統的な祭り、 クレフトフィーバーでは、茹でて、塩と少々の砂糖と大量のイノンドで調味した出汁に、漬けたザリガニを大量に食べる。スウェーデンの伝統料理は、以下の通りである。カレス、キャビアと卵のサンドイッチ一部の範囲の魚や魚介類は、スウェーデン料理で重要な部分である。ノルウェーからの養殖酒が人気になってきている。甘酢漬けのニシン。 インラグドッシルは最も伝統的なスウェーデンの前菜である。エビとロブスターはスカゲラク海峡沿岸の特産品である。リーサラマルタ、またはリーサラマンドと呼ばれるクリスマスデザート一般的なデザートは以下の通りである。カネルブッテプリンセストルタブダペストバーケルセ、ナポレオンバーケルセバーケルセ及びその他のカフェブロードとは様々な形をした菓子、ケーキ、 クッキー及び菓子パンであり、子供以外は通常は濃いコーヒーと共に味わうものとされる。伝統的なスウェーデンのコンビトリで人気のカフェブロードは以下の通りである。ルッセカット、ルッセブレと呼ばれるサフランのロールパンペッパーカークスヒュスナッツには様々な季節の果物のケーキが好まれ、いちごとクリームのケーキが最も喜ばれる。いちごは砂糖と牛乳、または クリームだけで食べる場合も多い。夏の終わりから秋にかけては、リンゴのケーキとパイが焼かれる。リンゴのケーキは、多くの場合バニラカスタードを添えて供されるが、アイスクリームやホイップクリームを添える場合もある。クリスマス休暇期間中の伝統的なキャンディーと菓子は、以下の通りである。キャンディアールグレンズビラーその他のスウェーデンのキャンディーは、以下の通りである。スウェーデンは、 フィンランドに次ぐコーヒー消費国の一つである。牛乳の消費量もまたフィンランドに次いで世界第2位である。牛乳はカートンで購入され、世界最大の牛乳カートンメーカー、テトラパックがスウェーデンで創業したことは必然である。牛乳は多くの家庭の平日の食事で子供も大人も飲む日常的飲料である。また、フルーツスープ、 特にローズヒップのスープとビルベリーのスープは通常温めて冬に食べる。ユールムスとシリアルをトッピングした一杯のグローベルスソッパ様々な味のアブソルートウォッカスウェーデン料理にとって最も重要な蒸留酒はブレンビーンである。ブレンビーンはアクアビット及びウォッカという二つの飲料を主に指す一般名称である。伝統的な飲み方はスナップスであるがウォッカは 他の飲料の原料としても使われる。レナートはスウェーデンの国民的なウォッカとされているが、他にもエクスプローラーウォッカ及びアブソルートという有名なブランドがあり、後者は世界で最も有名な上流種ブランドの一つである。ブレンビーンのほとんどはアルコール度数40%前後である。上流種の製造は18世紀まで遡る伝統があり、 1840年代に最も盛んであった。1880年代以降、国有のシステムブローゲット社が、アルコール度数3.5%以上のアルコール飲料販売の権利を限定し、独占していた。スウェーデンの農村では密造酒が作られるようになったが、密輸の増加やアルコール輸入規制緩和のため近年は、製造が減少した。スウェーデンの伝統的なリキュールは、 19世紀に大人気となった文酒である。当時にまで遡る伝統的な歌の多くは、文酒を飲むことについてか、当時の学生会の文化活動の一部である文化祭で歌われることになっていたもので、その伝統は今日まで続いている。スウェーデンではビールも幅広く飲まれており、スウェーデンのビールのスタイルは色が明るく苦いラガーが主である。スウェーデン最大の醸造所は、 コッパルベリブリーアリである。例えば、プリップスブロやノルランズグルドが一般的なブランドである。この20年で多くのマイクロブルワリーがスウェーデンの至るところで登場し、幅広いスタイルとブランドを提供している。このようなスウェーデンの新興チビールには、ニルス・オスカー醸造所、ドゥッケ醸造所、ネルケ醸造所がある。スウェーデンのチビールの多くは、 アメリカ合衆国のチビールのブームに触発されており、アメリカのスタイルおよび、またはアメリカンスタイルペルエールやアメリカンスタイル IPA 等のアメリカチビールのスタイルを醸造している。パン研究所はかつてスウェーデン保健副市長から引用して毎日6枚から8枚のパン食を推進活動を行った。また、牛乳についてもスウェーデン保健副市長により推進され、 毎日グラス2杯から3杯を進める場合が多い。調査によると、スウェーデン人の52%が毎日1回以上牛乳を飲んでおり、通常は昼食とともに1杯と夕方、または朝にもう1杯か2杯飲む。インスタント食品やファストフードの増加に伴い、肥満とメタボリックシンドロームが近年増加している。低脂肪食品の全粒パンや代替食品が 一般的であり、食品店では通常3%から0.1%までの4、または5段階の脂肪分の牛乳を販売している。スウェーデン人のアルコール消費は、ここ数十年の間に伝統的な週末の暴飲と平日の普段の飲酒を組み合わせる大陸的習慣や輸入制限の緩和により変化した。喫煙は、ここ数十年間で大幅に減少した。 塩分の取りすぎによる高血圧等の健康問題も浮上している。スウェーデンの農家は遺伝子組み換え、動物虐待、無機農薬及び過剰輸送を行わない農産物であることを積極的に宣伝している。国が有機農業を認定するマーククロブが一般的である。ありがとうございます。